い、おはまるどうも、ショーマルセブンでございます。今回はですね、ご相談が来ましたので、お答えしようと思います。では、まずは高評価、世論スタート。はい、やります。こんばんは。私はエイペックスで出会った現在プロゲーマーをしている方と、結婚前提お付き合いをしていて、今のところ同棲はしていないのですが、基本的に彼が深夜の練習があって、この先同棲できるのかなと思ってしまいます。実際私は会社員をしていますので、11時前後には寝てしまいますし、彼からもまだ同棲はできないと言われました。いつまでプロゲーマーを続けるのかもわからないし、同棲したら夜はうるさくて眠れないとかもありそうですし、もちろん彼の邪魔もしたくないので注意もできないし、少し将来が不安になってます。プロゲーマーを辞めた後の収入面も不安です。やはりプロゲーマーと同棲結婚は難しいものなのでしょうか。翔丸さんは結婚されてますが、当時は奥様とどういった同棲生活だったのか、よければ教えてください。よろしくお願いします。とのことですね。いいでしょう。まあ、そうですね。まあ、結論から言わせていただきますと、やっぱプロゲーマーとか配信者との結婚は難しいです。間違いなく。まず何が難しいって、まあ、Apex だったらね、まあ、夜の9時から12時まではスクリームが絶対にあります。で、そこからさらに反省会もするんで、まあ、普通に深夜1時とかにはなるんですよ。なので、まずそこで、生活リズムが普通の会社員とは合わないっすね。間違いなく。なので、同棲はできないっていう感じですよね。なんだけど、これはもうね、しょうがないです。もうプロゲーマーやってる以上ね、もう絶対そうなる。まあ、俺が同棲始めたのはね、アバやってた時なんですけども、まあ、その時は、まあ、日にはよるんですけども、まあ、待ってることもあるし、まあ、先に寝てることもありました。次の日仕事でもね。本当に夜12時とか1時とか。なんかもう、ほまじで俺に合わせてたって感じですね。ガチで。うん。だから睡眠時間的には6時間とか5時間とかの日もありましたね。やばいっすね。うん。相当すげえと思いますよ。いや、マジで申し訳ねえなとは思いますね、本当に。はい。まあ基本的にプロゲーマー側が、その普通の会社員に合わせるのは無理なんで、まあこの彼女側がね、プロゲーマーに合わせるしかないですね。同棲するんだったら。まああとは夜うるさいんだったら、まあ防音使うとかしかないっすね、本当に。で、先ほどね、配信者も結構難しいって言ったんですけども、配信者も、基本的に夜がメインなんですよね。配信の。なんでそこら辺も、やっぱ生活リズムが合わないってことはあると思います。はい。だから俺は難しいと思ってますね。普通の会社員と、まあ、結婚するんだったら。あと、プロゲーマー辞めた後の収入面も不安ですなんですけども、まあ、一応不安はあるよね。うん。なんだけども、最近、イベントとか、まあ、ゲームのイベントとかの仕事とか、あとプロゲーミングチームとか結構雇ってくれますんで、まあ、意外となんとかなるんじゃないですかね。うん。まあ、不安ではあるかもしれないですけど、実際その就職先に困るっていうことは、そこまでないかもしれない。まあなんだけども、ゲーム以外の能力がもしないんだったら、それはやっぱり厳しいかもしれないですね。そこら辺見極めた方がいいかもしれない。まあ例えばですけど、もう学校行ってないとかだったら、もうさすがに怖いっすね。うん、学校行ってて、まあ資格とかちょこっとあるとか、まあ大学卒業してとかだったら、まだ、なんか、なんとかなりそう。なんだけどもう、マジで学校行ってないでゲームしかしていません。で、たまたまゲームが上手かったですっていう人は、ちょっと怖いっすね。個人的に。もうゲーム以外がダメダメだったら、やっぱり結婚した後とか同棲した後、マジで、どうすんのって感じに思っちゃうね。本当に。あなたが養っていく可能性もあるわけですからね。でも実際どうしたらいいかって言われると、マジ難しいっすね。まあ、彼女側が仕事を辞めて、この彼氏側がね、もう食わせてあげる。って言うんだったらやっぱ合わせられるんでね、一緒に寝れたりしますけどもね。まあ、ただ、その代わり、その彼氏側がめっちゃ稼がなきゃいけないんですけど、まあ、やっぱ難しいですね、プロゲーマーは。まあ、給料めっちゃ高いところだったらいいかもしれないですけど、まあ、そんなわけないんで、基本的に。まあ、配信や動画の収益も多分ないと思うんで、よほど有名じゃないと。なので、ま、仕事は辞められないと思いますので、まあ、仕事は継続するしかないですね。まあ、あとも、生活リズムバラバラでも我慢して一緒に過ごすとか、しかないかもしれないですね。うん。でも一応俺がもし配信で食っていけなかったら、まあ働いてた可能性はあるんでね。まあそこら辺はそうなるんじゃないかなと思いますね。うん。お互いに仕事するんじゃないですか？共働きで。って感じっすね。うん。まあちょっとそこまで参考にならないかもしんないんですけども、まあ一応ね、まあ難しいということはね、覚えておいた方がいいかもしれないですね。うん。じゃあ、今日の動画は以上でございます。何か意見や質問がございましたらコメント欄ください。お疲れちゃーす。登録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